皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ8日目になります。昨日はですね、胸をこうね開いていく枠、閉じる枠、そして手の動きに伴って体をねねじったり、このように手の動きから肩甲骨、背骨、胸郭といったですね、運動を連鎖させていくようなエクササイズを紹介しました。そして今日もですね、上半身から肩甲骨、背骨に対してかつ背中のね筋肉を刺激していくようなエクササイズメニューになっていますので、ぜひ今日もね頑張って皆さん一緒にやっていきましょう。今日やっていくエクササイズはですね、手のひら下向きの前習いから空手でこうね引いていくような枠で、そこから手のひら天井向けたままぐーっと肘を支点に胸を開いていく枠、これをやっていこうと思います。それではね、動作を分解してお伝えしていきますので、まず皆さん手のひら下向きの前習いですね。ここから手のひらを天井方向に向けるように外側にねじりながら肘を引いていきます。肘をね高く上げすぎてしまうと肩がこう前にね倒れていってしまうので、バストトップを上げる要領で肘をグッと引くようにしてください。そしてこの時腰でね反りやすいので、お尻キュッと締めてもらって、骨盤をちょっとね後傾方向、後ろに倒した姿勢に持っていっていただけるといいかなと思います。それでは皆さん一緒に10回やっていきましょう。手のひら下向き前習いでセットアップ、では10回いきます。はい、引いて前に出して2回目、前に出して3回目、前に出して4回目、前に出して5回目、引いていきます。6回目、7回目、8回目、9回目、ラスト10回目。一度手を下ろして脱力しましょう。今度はここから引いたポジションからですね、肘を支点にしてぐーっと開いていくエクササイズになります。手のひらがしっかり真上を向いた状態、あっち向いたりこっち向いたりしないように、あとは肘がですね、だんだん皆さんこう体から離れていきやすいので、このポジションでぐーっと開いていきましょう。そして同様にバストトップをしっかりと上げていきながら、そして腰は反らないように、反り腰防止のためにお尻をキュッと、膝も少しね緩ませておいていただけるといいかなと思います。ではまず開くワークを10回やっていこうと思いますので、前習いポジションから引いてきた、ここでセットアップします。ではここから10回開きます。いきます。せーの、1、戻して2回目、2、戻して3回目、戻して4回目、戻して戻して6回目、戻して8回目、9回目です。9、ラスト10回目。はい、一度楽にしましょう。それでは一つ目の引くワークと、ここから肘を支点に手を外に開いていく枠、これを続けて2つね続けてやっていこうと思います。そして引いて開いたら脱力して、そのままキュッとここにね戻ってきます。開いて脱力したら前で少しクロスしてキュッと引いてくるような枠でやっていきましょう。では皆さん前習い、手のひら下向きでステップ、ここから肘を引いていきましょう。ギューッと引いたら外に開きます。ギューッと開いて開いて開いて、脱力して前でクロスしたら引きます。キュッと引いて、ここから開いていきましょう。開いて開いて開いて、脱力して前でクロスしたら3回目、キュッと引きます。ここから手のひらをぐーっと開いて、頑張って開いて開いて開いて、肩甲骨内に寄せるイメージ。脱力したらもう一度キュッと引きます。このポジションから開きますよ。頑張って開いて開いて開いて、お尻の穴キュッと下向けますよ。頑張って胸開く開く開く。はい、脱力して、はい、キュッと引きます。ここから手をオープンに開いていきましょう。肩甲骨寄せて寄せて寄せて、はい、脱力、前でクロスしたら肘をキュッと後ろに引きましょう。
ここから手のひらオープン。手のひらね、しっかりと天井を向けたままキープです。脱力して前でクロスして引きます。ぐーっとオープンに手を開いていきましょう。あと2回いきましょう。前でクロスしてキュッと肘を引いたポジション。ここからオープンに開いて、しっかりと開いて開いて肩甲骨寄せます。で脱力して前でクロスしたら肘を引きます。体丸まっている方いないですか。しっかりと起こしてこの状態で開きます。ぐーっと開いて開いて開いて、ラスト1回いってみましょうか。前でクロスしてキュッと引いて、肘を支点に開いていきましょう。最後の1回です。皆さん頑張って開い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 て、腰反らないようにお尻キュッと締める。はい、脱力しましょう。はい、肩1回すくめてダランと揺らして、ブラブラ。いかがだったでしょうか。見た目以上にしっかりとやるとですね、結構しんどいワークになります。肩の後ろだったり肩甲骨のね、内側にも効いてくるようなエクササイズの一つですし、姿勢をね、改善していくのにすごく重要なエッセンスが詰まったワークになっています。今日やったエクササイズは国際姿勢矯正エクササイズ協会公認の障子式のエクササイズですねになります。そして明日もですね、障子式のエクササイズをもう一つ紹介しようと思いますので、ぜひ皆さん明日の動画も見ていただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。